エジプトに行ってきました。そしてエジプトのエジプトにあるコプティクっていう教会に行ってきました。そしてその帰りに、シナイ半島を通ってシナイ山に登って、そしてモーセのその10回を受けたっていう山に登り、そしてまたその後にはヨルダンを通って、ネボ山っていうところまで登っていきましたっていう、そういうお話をしてくれました。実は週報の表紙に書いてあるのがネボ山のこう模様で、なんかこう薄く見えてるのが十字架みたいに書いてるのが、そのモーセが荒野でこう人々が病気の時にあげたその蛇がこうついている木の枝をこう示しているもので、そしてそこから眺められているのがこう薄く見えているのが、これがまあ神様がそのイスラエルの人々たちに約束されたカナンの地っていう、まあとても豊かな地っていうんですけど、まあこのカラーの写真から見てもそこは豊かなそういう土地ではなくて、砂のさ荒野、砂がいっぱい砂地であるのは荒野のところなんですね。でもこれは神様から約束された土地です。でそのところでこの、まあ、眺めとしては皆さんグロスマウンテンに登って、今からこうグロスマウンテンからこの平野であるこの地を向かってこう見てるような同じようなこう光景なんですけど、そこでモーセがイスラエルの人々に、あなた方はこれから新しい土地に行って住むようになるんだけど、あなたは命を選びますか、今日私は命と幸い、死と災いをあなたの前に置きます。私が今日命じる通り、あなたの神主を愛し、その道に従って歩み、その戒めと法を守るならば、あなたは命へ担げる。あなたの神主はあなたが入って、行って得る土地であなたを祝福されるって言って、その民に、あなた方は今からどの道を選びますか、これはあなたの選択ですよっていう言葉を伝えます。また今日の福音書なんです。これはマタイによ る福音書5章なんですが、このマタイによる5章でもこのガリラヤのほとりでちょっとこう丘があるそういうところで、大勢な群衆が集まったところで、イエス様はイエス様の方に集まってきた人たちに、神様はこういう方である、今悲しんでいる人々は幸いである、今柔和な人は幸いである、今泣いている人は幸いであると言って、こうその人々に神のメッセージを伝えて、そしてあなたはとても祝福されたものである、あなたはどのような生き方をしますかっていう、あなたが選ぶこれがどういう生き方ですか、その選ぶっていうことに関してこの5章で今日の話がこう続いていくんですね。あなたの私たちが生きている中でどのような選択をしていきますかっていうことです。私たちのこの先祖っていうんですかね、教会に来ていらっしゃる方々はこのカナダに来る前からクリスチャン、日本でクリスチャンになった人もいれば、このカナダでクリスチャンになった人、その親から、そしてご両親、このおじいちゃん代からこうクリスチャンになった人もいるでしょうし、またこのカナダに来て信仰を持った人もいるでしょう。しかしそれらの人々がこの新しい地に来た時に、そのこの教会っていう交わりを通して、人々を通して、また教会でこうして毎週礼拝をする中で、そしてその神様の道を従っていく、私は日々の中でこの生き方として神様の道を選ぶっていうことをこうされ、その生き方をしていった、そしてまたその道を今歩んでいる皆さんであると思います。モーセに対して、3000年前モーセに対して、モーセは人々に、あなたはどのような
選び方をしますか。また2000年前にイエス様が集まった群衆に対して、あなたはどのような生き方を歩んでいきますか。また私たち自身や、そして私たちの両親や私たちの祖母や祖父や、そういう方々も同じように、あなた方はどのような生き方、神様が準備されている命の道を歩んでいきますか、どうしますかっていう、そういう選択肢の中で、その選択を、神様と歩む道を生きるっていうことを選択したい、言ってるのではないでしょうか。今朝、私の息子は、長男は、仕事が日曜日の11時半に仕事行かなければならないという仕事の日程が入っておりまして、それで、教会に、行く前に、息子よ、あなたが仕事に行く前に、教会に行ってお祈りをしてから行きませんかって言うと、あ、彼は、あ、そうしますって言ってくれました。まあ、親としては嬉しいっていう思いでありましたけど、彼自身が自分が何を選択するか、まあ、それは仕事に行く前に家にちょっとゆっくりしていくっていうこともできますけど、この日曜日、この時に、何を優先するかっていう、彼が選択したその行為は彼にとって、まさにあなた方はどういう道を選びますか、どういう生き方をしますかっていうような選択と同じようなことがあると思います。私たち一人一人は神様のおっしゃってる道を選択できないっていうことももちろんあります。しかしながら私たちはまた今日、今、そして今与えられたその時に、私たちは神様が選ばれている命の道、そしてこの愛に神様が選ばれて一緒に歩んでくださるこの人生の歩みの道の中で、神様ご一緒に生きてくださっている、そういう道を選択しながら歩んでいくのであります。それは私自分のためだけではなくて、それは私の家族、私の子供、私たちのその子供たちが、私たちのその歩んでいる選択の中で、神様とおられるその命の道を歩むということをまた見て、それぞれの人々もまた神様の備えてくださっているその祝福が約束された道を歩んでいくような、そういうまた私たちのそういう印となっていくと思います。私たちの父や母、祖母、祖父が選び、私たちも選んでいる命の道を歩んでいくことができますように、新命記の人々のように、私も私たちの子供も子孫も神様の中にある命の道を